ほしいと思います。海外の人とそういうことするのが許せないっていうのがあるし、あとは何でしょう、病気にかかりやすいのも気になりますね。うん、その人が病気を持ち帰る可能性がぐっと高まるでしょう。もうありっちゃありですね。もう全然もうお金払ってそこに行くんだったらどうぞ行ってくださいみたいな気持ちがないっていうか、ただ行為だけを求めていくだけなんで、その女の子とかに対して気持ちがあるわけじゃないからいいかなみたいな。なんかなんかあれじゃないですかね、シンプルにもう刺激を求めていくだけみたいな、別にその女の子に対して気持ちがあるわけではないけど、もう体はもうなんだろう、ウェイみたいなノリで行っちゃうみたいな感じじゃないですかね。あ、そもそも少なくとも僕らくらいの世代、あるいは、まあ、僕らはなんかその風俗に行ってその性欲を満たしたいとかセックスがしたいわけではなくて、本当にそのあのエンターテインメント的なコンテンツとして消費しに行ってるから、それはパートナーに対してその彼女なのか奥さんなのかに対してのその愛とかは全く別のもん、映画見に行くのと本当に同じようにその風俗っていうコンテンツがある。全部のお店がクラブじゃない、あーだからお酒飲むところじゃない、ソープランド、そうソープランドっていうのはお客さんと本番してる、はい、セックス本番だから、はい、うん、であの本番やってるんだけども、日本の国では本番の営業許可ない。します。レテシと申します。レルと申します。私たち3人は、ある東京の大学で今留学中です。で授業のためにあのドキュメンタリー映画を作ることになって、私たちは風俗というテーマについて研究したいと思います。でも風俗といっても風俗の中でいろんな種類があるんですよね。あ、なんか一般の人と話してもセックスとは思わないよね。そうですね、なんか風俗っていうと結構幅広い部門があると思うので、あのセックスがまあ違反であってもまだ含まれていますし、なんかいろいろな種類があります。風俗に行くっていう人はセックスする人もいればしない人もいます。風俗はキャバクラ、ソープランド、アダルトビデオと売春が例として含まれています。そして売春の仕事をする以外の人たち、経営者たちも風俗の業界をサポートします。一般的に使われている言葉は風俗です。一般の日本の人たちに話すと売春に行ったとは言いません。ですがインタビューする前とかにもそれを明らかにしてインタビューすることにしました。この行動を分ける言葉はあるとしてもあまり使われていませんので、一般的に使われている風俗を使いドキュメンタリー映画を作成したいと思います。 When translating the word 風俗 in English, sex industry is the first term that comes to mind. Sex industry, like 風俗has a lot of different subcategories to it. Of these subcategories are pornography, prostitution, management, sex toys,
and others. However, we have decided to focus on the aspect of prostitution. Specifically, the illegal vaginal sex service in Japan. Though we left the term fuzoku in Japanese because it suited the vocabulary of those we were interviewing, when translating, we chose to specifically address the illegal elements of the prostitution industry in Japan. The interviewees were all aware that we were directly addressing the illegal vaginal sex in the prostitution industry.風俗のお店というと歌舞伎町を想像する人が多いでしょう。歌舞伎町は東京都の新宿区にあります。皮肉にも新宿区の市役所の隣です。歌舞伎町の様々なお店の中でも最も多いチェーン店は無料案内所です。カスカスような名前で一目すると観光客向けの案内所だとも思えます。でも中に入ると風俗の献立のような表紙がずらりと並んでいます。実際無料案内所で働いている人々をインタビューすることになりました。どうなんですかね、はい、しなくなるから、はい、セックスレスが多いから、はい、日本は、うん、それが結婚してから結婚しててもセックスしないっていう人多いから、はい、家庭は家庭みたいな考えの人は、はい、そうなんですか。遊びないと思いますよ。そうでもないですか。一緒ですよ、いろいろ、はい、若い子たちはいろいろ困ってると思うんで、はい、よくないと思います。継続は行かない方がいいですね。行かない方がいいです。行かない方がいい。今晩は何をちゃんと好きな人を見つけて、一緒に愛し合った方がいいと思います。で、今晩はここで何をしてらっしゃるんですか。ここで、はい、僕はもうすぐ辞めます。Someone that works in Kabuki Shaw and he didn't want to be on camera. A lot of people don't want to be in camera because they feel like there was this whole thing about he wanted to do business with us. It was a bit confusing. Felt that people had the wrong idea about Kabuki Shaw. It's not just like a bad place or a scary place, there are also good things. He says that customers come and they just have, like, they come to have fun. And that's okay, and they go back and they have a great night and then they come back the next year. However, there are people that come to Kabukicho and they think they come to make trouble. They come to get drunk and then they don't pay their bills. And at that point, then they call the police. And those people then write reviews about Kabukicho, giving it a bad reputation. では私はお客様なら何を見せてくれるんですか。まあ、最初お客様のとこ行きたい、ちょっと好みとかとこ行きたいですけど、聞いて。どういう選択肢がありますか。そう、なんか高級の。あります。結果になりますか、どこかに。見たいね。店だけです。店だけ。はい。あ、これ興味ありますか。はい。それね、ダンスが少しして。はい。なんか、全部コンビです。今、外はいろいろ立っているじゃないですか、お兄さん。キャッチ。なんかスウィンダース、英語ではスウィンダース。どういう意味それ？あ、スウィンダース。これほとんどね。ああ、マジですか？案内所、インフォメーションは、はい。突っ込めないの人ですね。はい。少しの人は分からないですけど、ただ、ネタ、特に行きたいとしても、ちょっと電話して、結局は、騙された。ああ、そうか。そう、遊びもできないですね。お金入ってた。ああ、そう、分かりましたね。そう。で、例えばここに来るお客様にいろいろな情報をあげて、でそしたらそのお客様がこの歌舞伎町の別のところに行ったりしますか。そうそうそう、別のはいはいガラス場とか、はい、ここはちょっと紹介だけ、はい、そう、海外でそういうところについて情報を探すときに結構偏見な意見しか出てこないので、なかなか
2020年に東京オリンピックが、はい、始まりますので、はい、それに向けてどん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 外国の方をですね、はい、受け入れる体制が、はい、東京また日本で、作られています、はい、それに、当たってですね、歌舞伎町という東洋一の歓楽街、はい、アジア一の歓楽街と言われたこの街のですけど、歌舞伎町に対していろいろとご偏見、要は、ニュースで信じちゃう人たちもいます。ですがこの歌舞伎町は人が思ってるほどよりも、いろんな人がいます。はい、で海外の方も日本の方も、こういろんな遊び方をします。遊ぶにあたってですね、一番大事なのはまずこちらです。無料案内所ですね、フリーインフォメーション、こういった、お店フリーインフォメーション、はい、こういうふうな、お店を使って、楽しく遊んでください。そうすれば、トラブルだったりとか、リスク予知ができると思います。はい、なので正しい遊び方は、まずフリーインフォメーションに行ってください。男性向け、そうですね、はい、男性向けだったり女性向けの遊びもできます。男性の方が遊べますね。そうですね、ちょっと男女平等ですか。男女平等っていうとキャバクラもありますし、女性の遊ぶことがあるので、まあ比率は5対5で女の子もいっぱいいます。はい、女の子も遊びます。サーバーとか。あ、そうなんですか。日本人の女の子が結構ここにいらっしゃるんですか。いらっしゃいますよ。本当ですか。いますよ。どういう情報、こういう細いあ、これはすっごい。でもそれ仕事でしょ。これは仕事。仕事で来てお酒が好きだから今度わあかっこいいと今度行く。はい、あ、お客様は結構していらっしゃる。僕はしてません。するつもりでも、あなたのしたいです。あなた待ってます。あれ、かわされた。チェンジする。でもし、もしもご結婚ができたらその時なんかそういう無理やないのまずなんかに来たりするんですか。お客様として。お客様として行かないです。僕はワイフがナンバーワンなんで、家族がファミリーが。本当ですか。僕はで、どうして日本人、ここの日本人は逆に来たりしますね。日本人の人たちはこそ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 ダメダメ、堂々と仕事、はい、接待、はい、なら OK です。ビジネスだったら、ビジネス大事、お客様接待、はい、だったら OK。 あ、なるほど。彼女さんでも大丈夫。ダメ。風俗ね、はい、あ、これは何なんですよね。これは江戸時代に戻るんですよ。あ、吉原の伝統になるんですよ。はい、で取材されてますよ。あ、風俗について、はい、吉原、はい、300年前になりますね、はい、江戸時代ですね、はい、吉原のとこから来ますね、はい、その続きはまた来週で、江戸文化だ、江戸文化、江戸文化、結局風俗はこの風俗っていうカテゴリー、はい、吉原もそれが300年前の江戸時代、はい、1600年ですね、はい、から1600年から300年間の間の文化で根付きしたの、吉原は。まあそこから掘っていくと歴史が分かる、はい、今にたどり着く。やっぱまず吉原に行ってみた方がいいです。はい、ある風俗の一つの特徴は江戸時代から残っているソープランドです。ソープランドでは女性は男性と一緒にお風呂に入り体などを洗ってくれます。風俗の中でも伝統的な習慣なので今でも存在していることは不思議ではないでしょう。しかし私たちの国では似たような習慣はないので吉原を研究することに決めました。今吉原の大門の前に立っています。でこの大門は、江戸時代から残られている目印となっていて、で今の吉原の、流行加害をあと示している門となっています。今からちょっと研究していくんですけど、まだ江戸時代から残られている商品街とか、まあ、風俗のあるお店を見に行きたいと思います。まず吉原では原則最初に決めた女性以外と会うことはできません。しかしもすぐに一緒に寝られるわけではなく、1回目を紹介と言い、2度目はを、裏を返すと言い、3度目より馴染みとなって、ここでようやく床を同じくすることができます。なので吉原のソープランドに訪ねてきた男性は大抵お金持ちでした。明治以降は様々な問題が起こりました。
来場館風俗295で吉原の5000人の友情を解放することになりました。でも行き場のない女性は陰で仕事することになりました。そして明治41年に大火事が起こり、吉原が全焼しました。吉原は再建されましたが、また1920年の関東大震災で全焼しました。第二次世界大戦以降は様々な変化も起こりましたが、今の吉原はどういう形で存在しているのでしょうか。歩き回ってる人は一人もいない。いるとしても男性のみ。そしてスーツやヘッドホンをつけたままで多分働いている人。吉原に来る人はお店のスタッフに駅から車で連れて行かれる。客も働く女性もちょっとした特別感がする。そして私たちが歩き回っていると変な目で見られる。道に出会った男性と話してから、なぜ変な目で見られたかやっとわかる。外国人は言っちゃいけない。女性が歩き回るところじゃない。そして悪い組織も絡んでいるかも。はい、男がこんな金払ってセックス、はい、あ、そうなんですか。だからびっくりして、仕事してる女、はい、ああ、全部日本人、はい、オンリー。そうなんですか。逆にその外国人も行った、はい、でも全部警察に捕まって店がもう営業停止。だって日本人か日本永住じゃないと、ただまず仕事違反。どうしてこんなにおしゃれというか、どうして女性も、ここで働いている女性も連れてくるんですか。それはどうして、どうしてでしょうか。まあ、店にもよる、はい、あの店によって結構いい大事な女の子は駅まで迎えに行く。で終わったらタクシー、はい、で来る。例えば1日、うん、ここ全部お客さんの車とか、はい、お店のスタッフ、はいはい、ただね、やりたいんだったらいい方法はある。何ですか。秘密でやる。へ、そういう場所もある。看板がないマンション。あ、吉原へ行ってきました。行きました。可愛いけどね。どこ一番緊張した。私そんなに逆に緊張したわけじゃないけど、私逆、私は吉原に行った方が緊張しました。なんだけど、多分人が少なかった理由と、なんかおしゃれっていうところを分かってて、なんかその客とかうろうろしてるのが見なかったし、書いてあるか、なんか本当に来ちゃいけない感じ、なんか雰囲気が 悪かった、まあ、一番最初に話した人はお店の名前忘れたんですけど、まあ、そのお店で働いてる男性で、外で立って、でその客案内とかしてる人なんですけど、私たちが一番その最初に聞いた質問とかは、ここはどこですかとか、なんかこれ風俗ですかとか、いろんな質問とか聞いたんですけど、なんか結構よくなんか話してくれて、で、まあ、なんか私たちがなんか不思議って思ってる部分も結構伝わってきたと思うんですけど、店から、まあ、店長さんとかもうちょっと上の人が、まあ、出てきて、でなんかその私たちの話し合いをなんか そこでなんかちょっと止めちゃって、うん、なんか私たち、テシさんもそのここで働いてる女性と話せますかとか聞いたら、絶対ダメとか、ダメで、なんか秋葉原案内してみたらとか、なんか秋葉原とか勧められて、あ、じゃあ私たちはここにいる自体がダメって分かりました。一人が話して
I'll hold the door. So come into my life, stay for a while. Cause baby, you make me smile. It's your lips that draws me into every moment. Time is short to hide this feeling. Tell me that you.今日はオリンピックに向けて様々な変化を起こしている。タクシー代であれ風俗であれ国際的な国になるよう協力している。その条件の一つは風俗のお店を減らす、そして外国人が働けないよう憲法を守る。でも風俗のような憲法性の高い職場は当たり前のように完璧に法律を守らない。この発見をしたのはウェヌの風俗街。3人でウェヌの風俗街を訪ねた時、どのような発見をするのかは分かりませんでした。ブラブラ道を歩いていた時、風俗のお店が並んでいるのを発見。店の経営者は何人かで立っていて、少し違和感を感じる。でも無視をしながら路上を歩く。すると一人の男性が私たちに近寄ってくる。仕事を探していますか？とはっきり聞く。研究を続けたかった私たちは思わずはいと答える。そしたら後ろから一人の男性が急に出てきて面接場の案内をするというので、私たちは彼についていった。2階まで上り面接の部屋に行く。ドアは後ろから閉じられ、紫色の光以外暗い。インタビューを始めた時は緊張でしたが、話し始めたら少し気が楽に。いろいろと話した上で大切だと思ったのは彼と奥さんの関係。風俗っていう仕事は女性中心だと思いますかね。まあ、風俗っていうものは、まあ、その言葉の、ね、由来って言って、その大元の昔の風俗っていうのは本当の今の風俗という意味が違ったの。時代が流れて、でなんかその風俗っていうのがもうイコールやらしいとか、なんかそのスケベみたいな、そういうイメージになっちゃった。別に風俗やってる人間だからといって心が汚い人がいる人もいるよ、うん、でもいない人もいるわけ、うん、その時に風俗っていう言葉を聞いてそれに対してどう思うかが、まあ、そこが、ねまあ、見えたり見えなかったりっていう話もあると思うんだけども、男性がいてがどうしてで結婚している、悪いと悪くないなんだけど、まあ、悪くない意味としたら結婚する前からその旦那さんは風俗っていうもので遊びに慣れちゃってる人だから、ちょっとの時間があると風俗に遊びに行く。で家に帰ったらただいまみたいな、今日仕事疲れたよっていうふうに普通のその家で2人のことができる人と、あとはやっぱり今の奥さんにもういつもうるさくてとか、なんかいろんな問題があってそのストレス解消に行ってる可能性があるってこと、うん、8割ぐらいは会社員のグループで行ったりする人いますか、うん、こういうね、まあ、それに関してはほら会社員の仕事が終わった後にみんながいれば自分もそのグループに入ればとりあえず安心できるじゃん、言い訳できるから、うん、残業でこういう流れになってちょっと別の会社の人と打ち合わせするからみんなで集まってるからちゃんと証拠あるよみたいな。俺の場合は奥さんもいて、でもこういう仕事をやって、でも女の子を、ね、使う商売なんだけど、でもやっぱりほら俺がいる立場が一番上の社長だから、だから別にもうビジネスやってるから形が見えてるからしょうがない、うん、どんだけ利益を儲けるの、うん、っていう考え方をいつも俺は言ってるから、うん、そんで信用が できるわけ。やってる方も やられてる方もやっぱそのお互いのおかんの話、うん、情報交換っていうものが日頃からできてれば、まあ、例えばうちで例えるとうちは全然問題ないから。それで怖いところに入ったの、なんか3人で入ろうか入らないかって思って、すごく暗くてなんかそういう感じでちょっと誰もいなくて、もう本当に、うん、なんかお客とかもいなくて、なんか面接を受けている感じと思われていて、はい、でその形でその3人とそのまあ、その社長さんと話してたんですけど、
あのいろいろなことを教えていただき、あの本当にありがたいんですけど、風俗についてなんかあんまり悪い言い方とか全然しない、しなかったし、なんかその一般に思われていることは、そのまあ、人によって変わると。あのまあ、彼のお話いわく、奥さんとの関係が多分中で一番重要な話だったと思うんですけど、やはりこのビジネスっていうことを強調するなら、男女関係、その家庭の中でも家族の中でも結構簡単にこの風俗街とかで働くことが可能になるので、それが、まあ、強調されてて、で、まあ、このビジネスっていうものを、まあ、どうやってビジネスになったのかとか、どういう人たちがこのビジネスを支えていくのかを、ちょっともうちょっと調べたいと思います。ご意見を聞かせていただけないかと思いまして。先ほどのインタビューは合法か違法か、違法でだけどお金を稼いでいたらそれは仕事です。はい。しかしそれが仕事でも、まあ、違法だったらヤクザとかアンダーグラウンドの方にお金が流れるのは問題だけども、それは問題だと思うから、できたらパブリックにした方がいいのかなというふうに僕は思います。僕の家は奥さんは別に風俗に行ってもいいよっていうタイプの家で、お小遣いも風俗のためではないけどくれます。で風俗に勝手に行ってくれてもいいよって言うけれども、ちょっと失礼ですが、どれぐらいもらうんですか。いえ、あのお金とかその目的というかのため、いや、例えば目的を言わなくても5万円ちょうだいとか、遊び友達と遊びに行くし、はい、ちょうだいって言ったらお金はもらいますけど、はい、でそれで勝手に風俗に行っても別にいいよねっていうのはいいよっていうふうに彼女は言いますが、そういうお話をいつ頃やったんですか。そういう時は普通にあの2人の時に、あの普通に風俗の話をする時とかに、そんな行きたいのとかって当たり前やんなっていうふうな日常の会話で、テレビドラマとかの話をするのと同じ、はい、映画の感想のような話とか政治の話とかと同じようなレベルで、その男性が風俗に行くのなんてそんな当たり前やんなっていうような会話をしてます、はい、で、その中で俺も行きたいしそんな別に行ってもいいよねっていうような話はする。ただ彼女は今から行くしお金ちょうだいとか今日行ってきたでっていう話を してほしくはないと、知らないうちにいてくれるならそれでいいよっていうスタンスだっていうふうによく言う、はい、イタリアではそういう彼氏とかができたら、はい、普通になんかそのままそれで満足がでというかができる人が多いんじゃないですか。はい。で10年経っても他の人によりもそのパートナー、同じパートナーの体が一番興味があって他の人に興味がないっていうことは明らかな嘘をお互いにその認めたくないために、恋愛をすごく美しいものに美化しすぎて認めないようにしている偽善的な行為じゃないかなというふうに思います。面白い話ですよ。面白い話ですね。あ、よかったよかったですね。お願いいたします。何言ってましたっけ。そうですね、奥さんがいる、奥さんがまだいない時は僕も若い頃はね風俗よく行ってました。へー、はい、でその時に彼女は、はい、
彼女は当時はいませんでした。いる時は行かなかったです。行かなかったけれども、そう、うん、でもいない時はよく行ってました。あ、そうでしたか。その時なんかどうして行っていましたか。純粋に楽しかったから。へえ。で、なんか初めてその風俗があるっていうのがなんか どうやって知ってたんですか。最初はもう本当友達に誘われて初めて行ったら、何歳の時？それはね、18かな。へー、はい、18歳の時ですね。あ、そうでしたか。で、今はその、はい、なんか結婚していて、うん、で奥さんもいるんですけれども、うん、その風俗に行きたいなって思うね、まあ、正直思いますね。あ、そうなんですか。思いますよ。あ、どうしてでしょうか。やっぱりドキドキしたいじゃないですか。うーん、お子さんとちょっとドキドキさしてくれるなわけじゃないですか、ね、そうですね、奥さんとはドキドキしないですね。I've been shooting for the stars to sink a hole in one, but you make me feel like I ain't the only one who's fighting on, chasing dreams, chasing melodies, conquering the daily feasts.Tomorrow be a better me 君で会ってからまだ少しの時間しか経ってないけど分かりづらいこのまま地やだだから Let's use the phones, find more things to laugh about 時は流れ去ってあっという間に明日でそばにいたいって思うばかり他に何もね So hear me out, cause sure we both don't want no none to change 日本の文化だと思うんですけどその子じゃないんですよ、そのコミュニティというか一緒に遊ぶっていうのがなんか文化的にあるから、カラオケとかって海外でないのってそんなみんなと一緒に歌を歌うとかっていうのは、うん、僕らはコミュニケーションとしてカラオケっていう場所があって、うん、コンテンツがあるからそこで遊びます、うん、と同じようになんかその風俗っていう、うんうん、コミュニケーションを一緒にこうチームでというか、うん、複数人でするっていう体験をしに行ってる。だから本当カラオケと同じですよね。よく、歌舞伎町に行きますか、はい、歌舞伎町は僕は今ちょっと年取りましたけど若い時はよく来てました。へー、はい、風俗とかにも結構いらっしゃったんですか。風俗は、はい、あ、時折来てますよ。結構綺麗なところですか。もしなんか綺麗と汚いなところもあると聞きましたが、それはいかがでしょうか。わかんないですけど、あの風俗は別にあの汚いところじゃないんで、はい、綺麗なところだと思います。結婚はしていらっしゃるんですか。私は結婚してます。知ってます、はい、がなのであんまり、いや、行ってないですよ。結婚してから全く一回も行ったこと、行ってないですよ。奥さんが例えばこの歌舞伎町で遊びに来るというのをご存知ですか。歌舞伎町に遊びに来ることを知ってるかどうかは歌舞伎町にどこに行くかによると思うんですよね。単なる飲み屋さんに行くんだったら、はい、そこを知ってる奥さんだったら何も言わないでしょうし、逆に問題お姉さんと遊ぶような場所に行くところだったらもしかしたらね、奥さん知らないかもしれない、はい、それはバラバラだ。この発表を通していろいろな意見を聞きますが、なかなか働いている女性の意見は聞けません。そのため一般の女性たちとか前から知っているみつみさんなどに質問を聞くことになりました。休みに日本への飛行機に乗ってて、でその時にあの隣に座っていたみつみさんという女性から声をかけてくれて、その時からたくさんの話して、で2人とも同居に住むということで、あの東京に着いてからも何回も会ったり遊んだり楽しくお話できたりしました。ある日にあの一緒にイタリアンレストランを食べに行って、でその時に三つ目さんが、雑誌を持ってきました。その雑誌には彼女についてのお仕事記事が、書かれていたというふうに言ってくれて、私はその時まで三つ目さんがどんな仕事をするかというのはあまり知らなくて、でその記事を読んだらあのフランス語で書かれたんですけれども、三つみさんという私にとってはもう友達があの風俗嬢であると、書かれました。私が育った環境ではそういう定義は
非常にネガティブな評価がされていて、私の仲良くなった友達がそんな言葉で定義されているなんて驚きました。人生で初めて一つの仕事として男性の人たちに対してセックスのサービスをする人と接触できました。これがね、働く時間でしょ。でこれがお客さん、その日のお客さんの数、そのうちこれが常連さんの数ね。でこれはその日に稼いだ金額。どういう仕事をしていますか。どういう風俗はどういう仕事だと思いますか。今の若い人たちで、あんまり知らない理由があって、なぜかというと、それを隠そうとしている風習が出てきて、いつ頃からか出てきて、テレビとかでそういう放送をすることがなくなった。私が小さい時にはやってた、夜遊びをしていて、男の子がたくさんありました。お姉さんは風俗の仕事に行って行かれたことがあって、全然そんなつもりで男の子たちと接しているわけではなかったんだけど、そういうふうに思われるってことがひょっとしたら向いてるんじゃないか、その仕事が。私、人の体に触るとかっていうこと自体嫌いではない、むしろ好きな方だから、それで私が好きなことですることで男の人が喜んでもらえるとか嬉しいからできるということがたくさんある。自分がそういうことをするっていうことが自分の喜びになるっていうことが、多分サービス精神につながっていて、相手が何かしたいって言っても何でもやる、そういうことができると思って、そうそういないから、それを見て綺麗って言ってくれるから嬉しいでしょ。だから何も悪いことだったら嫌なことだったっていうふうには何も思わない。中には体を叩いたりとか何かする人もたくさんいるけどね、それは特に何とも思わない。風俗のお店で働いている女性の中で三つみさんは例外です。私、何回も三つみさんに他の風俗嬢とお話できるかと聞いても、何回聞いても、少なくとも彼女のお店で働いている女性がみんな、お金のためにそこで働いてて、でそんなに三つみさんのようにそんなに幸せでもないというふうに言われていて、彼だと話してほしくないというふうに言われましたので、私たちもそれを理解して三つみさんの声だけ残すことにしました。自分の私生活に入れることはあります。私が好きなセックスっていうのはされるのもまでなんかいろいろしてくれるのが好きだから、あんまりこちらから何もしない、お店みたいにこちらから何か来たりとかっていうことはあまりしない。お店には覚えておくのがお店のお客さんだったから、私がどういうお店でしているのかっていうのもよく知ってくれているし、私のお店のことしてお仕事を頑張りたいというのをすごくよく理解してくれて、彼氏さんは結婚もしていらっしゃるんですよね。はい、そうらしい。子供たちはいますか。いるみたいですけども、もっと過ぎてるから25の時にお仕事をそれぞれしてる。彼氏さんのお子さんのなんか年間にかけての恋愛に対しての気持ちは想像できますか。想像がします。だけど、あえてそんなに深く考えないようにして、彼の家族のことだから、私はあまり聞かないようにして、奥さんが何か、もし何かあるんだとしても、私、その辺、彼のことを信頼していて、彼が賢いし、何かしてくれるな。風俗の仕事をすると性病にかかる可能性は高いですが、三つみさんのお店では検査は行われていますか。次に性病検査、セルフチェック、私は自分で買うんだけど、それでチェックする時期ですよっていうふうに教えてくれて、じゃあ行ってくださいって言って、でセルフチェックして
で、それを検査機関に送って、でその時間帰ってきて、万が一のことに備えて、私はピルを飲んでたんですけど、それは私はあまりいい方法を考えるところをインターネットで買ったりするので、日本の風俗のピルを買いました。自分でそういうのが日本的には自己責任ですから、自分でやってくださいっていうのがあると思います。いついつ飲むんだよっていう風に言ってくれて、ちゃんと飲んでからでバイキンがいないので検査するから、また何日か後に置いてって言ってくれるおじいちゃんの先生なんだけどね、深くは聞かないにしても、そういう風に理解をしてくれる人がいるっていうことが私は本当にありがたいなと思って、その先生2回お世話になってるんですけど、面白いかどうか分かんないけど、実もまた生理の出血を防ぐためにスポンジを入れたことがあって、それが出なくなっちゃったね。で、あらまあ困ったわと思って、その先生のところに相談しに行ったら出なくなっちゃうと思ったから、どうしようと思って、ね、じゃあ俺取るからそこに寝ろって言って、でお股に入ってつって取ってしまったで、取れたよって言うから、よかったって、またね、取れなくなっちゃったんで、先生のところに、ね、お世話になってもいいですかって聞いたらね、もう二度と来るって言われたの。そんなことまでして仕事をするなんて愛しないと思った。だから私も先生のこと大好きになっちゃって三井さんがもし風俗の業界を変えることができたら、どういう部分を変えたいと思います？基本的に女の子さんね、何かあったときにちゃんとお店の人が守ってくれるっていう、それから女の子さんも自分でリスクがあるっていうことを自分が分かって、自分の人生の場合もどういうことか、結構その電車のホームにあるような黄色いセーフティーラインを行ったり来てる時は何か感じていくところはある。もちろん始めるっていうのも、それなりにリスクは、そう、安定してる会社を辞めるわけだから、チャレンジをする、キッチンカーを始めない、チャレンジをするじゃないか。私はそういう人生の方が自分らしいと思ってるから、やりたくてやってるから、今の時点ではとても満足です。向こうからやってくる電車にぶつかって死ぬようなことはしないけど、しよう。様、このゲームを書いたんですね。書いたんですよ。ちょっと説明。これはね、マシュルームが好きっていうのと、それから電車が好きなのね。同時の画面に書きたかったんです。私の好きなものを全部書いたので、私、絵描きさんになりたく、その子はたくさん絵を描いたっていうのが、私の好きな電車と好きな子がいっぱいあって、やっぱり挑戦が好きですね。中央線、これね、小田急線なんだ。1年くらい前じゃないかしら。1年前なんてまだ全然先のこと考えてなかったよ。今のように感じ
じゃなくて、ただただ毎日を一生懸命生きるだけだと思います。出かけさんになるなっていうのはね、結構うらついてるからね、あんまりなんか思うよりにはいかなかったような気がする。でもね、好きなことをしていたいっていう気持ちはずっと変わらない。風俗って言うとパッてどんなイメージが出てくる？なんかとてもなんかこうネオンがキラキラしてる感じ。なんか日本の男性でよく言われるのがアダルトビデオを参考にしてるので、なんかアダルトビデオみたいなプレイをしたがるっていうのをよく聞くんですよね。風俗はどっちかっていうと、それを試しに行く場みたいな感じになるんじゃないかなっていう。もうなんか風俗はどちらかというと性癖の一つっていう感じですか、セクシャルプリファランスの一つかな。風俗に行くお客様に対してはどの意見を持っていますか？まあ人それぞれかなっていう気もするし、まあ私が男性だったら使ってるかもしれないなっていうふうにも思うし、あと今はレズ向けの風俗っていうのもあるって話があるので、まあもう一度です、レズビアン向けの風俗ありますか？ありますあります。今漫画にもなってて、まあそうですねっていうのもあるから、まあ日本人は特に一人になりやすいような気がするので、風俗っていうシステムは合っているのかもしれないと思います。50% 以上のお客さんが結婚していると知ってますか？あ、知らなかったですね。そんなに結婚してる人に行くんだな。はあ。まあ、それに関しては、各ご夫婦にいろいろご意見があると思うんで、受け入れられないっていう奥さんの気持ちもわかるし、わかるけど、私だったら、別に風俗だから嫌っていうのじゃなくて、私以外の人とエッチをするのが嫌っていう感じかな、どちらかというと。私が聞いた中では付き合いで行かなきゃいけないっていう男の人もいて、会社の仲間と行くから行かないといけないって言って行った人もいるって話を聞いたことがあって、まあ、それはでも結婚してない人だったけど、その時は満足してたら行かないでしょっていうのはすごい分かるかな。でもまあ浮気されるよりはマシかなっていう。そういうところで働いている女性に対しては何か意見とか思いとかがありますか？自分の体を提供するからやっぱりすごいストレスがかかると思うんですよね。すごいプライベートなところを見せなきゃいけないし、お客さんもケアしなきゃいけないし、やっぱしんどそう、しんどいだろうなと思うし、ドイツに住んでたんですけど、ドイツだったら例えば風俗嬢というか、まあその売春婦ですよね。売春婦の人でも労働組合があったりするんですよ。社会保障も認められてる一つの職業として成り立っているので、なんかまあ日本だとちょっとそこまでは行ってない感じがするので、でも逆にそこまでしなくちゃいけない、そのドイツのようにしなくちゃいけないと思うわけでもないし、じゃあご飯食べようってなったら、じゃあ中華、イタリア、なんか和とか、なんかその選択肢みたいな感じで、その例えばカラオケ、なんか居酒屋、風俗、キャバクラみたいなのっていう感じ。女の人だからこそっていう話になると、例えばじゃあネイルとか化粧とかって結構女の人だからこそやることじゃないですか。男の人がやったら、なんか化粧してんのとか、ネイルしてんの、とかなる人結構いるじゃないですか。そんなもんだと思いますけどね。どんだけいいやつ。That, so we interviewed loads of people about like going to prostitutes and things that people don't even talk about in England, and like Japanese culture is so different. And I didn't think anyone would want to speak to us, but we did lots of interviews, and I'm very grateful for that. Okay, so I've learned loads of things on this project, but I think I want to talk about things that have fascinated me a lot doing like researching this. And we've been going to loads of places around Tokyo, and they're all places that during my time in Japan I've gone to just.In my everyday life, to go shopping, to like I go to some classes around Tokyo, and one of the places like Ueno, for example, I never have
an image of prostitution being like abundant in Ueno. Like there was a whole row of streets dedicated to prostitution right next to where I go weekly for to learn Korean in Ueno. And it really surprised me that just around the corner of our daily lives, this business is thriving and it's so out in the open in Japan. And this, doing this documentary has helped me understand a little bit more why the business here is so transparent. Oggi siamo venute sull'isola di Shodoshima, a 500 km da Tokyo, e davanti a questo molino che ci ricorda che quando si studia una cultura, soprattutto come una complessa come quella giapponese, non si può pensare di restare ancorati alle basi, ma bisogna anche lasciarsi trasportare da altri venti. Per la prima volta in Giappone ho avuto l'opportunità di parlare con una persona che lavora nel business della prostituzione. Io e Mitsumi-san eravamo già amiche. Lei mi ha fatto leggere un articolo scritto da un giornalista francese dove si diceva che quella che io già consideravo un'amica era una prostituta. E io mi sono sentita quasi offesa che la mia amica venisse chiamata con questa parola, con tutte le accezioni negative che questa parola ha sicuramente in Europa, dove io sono cresciuta. E quindi ho voluto esplorare questo argomento più a fondo. Sicuramente è un business intorno al quale girano ingenti quantità di denaro, è molto più regolarizzata, ancora illegale ma regolarizzata, mentre io ho scoperto che in Italia la prostituzione è legale ma non regolarizzata. Questo documentario mi ha aiutato a scoprire molto sia della cultura giapponese che della cultura da cui io vengo, e abbiamo parlato con una varietà di persone incredibile e non siamo neanche riuscite a inserirle tutte nel documentario. Alcuni non volevano essere filmati, cosa che mostra come questo argomento sia ancora difficile, un argomento abbastanza difficile da toccare. E per me la cosa più importante che vogliamo esprimere attraverso questo documentario è un'idea di universalità, e che a mio avviso non è giusto che le donne che lavorano in questi posti vengano in qualche modo escluse dalla società. Mi raccontava una ragazza che lavora in questi posti di come sia difficile affittare una casa se non si dia prova di avere un lavoro, ad esempio in una compagnia ben conosciuta, e quindi queste donne vivono in delle strisce di sabbia tra due oceani. Right now, me and Tess are on Naoshima, and we decided to give our reflections about the work that we've done these past 4 months. So one thing I learned from this documentary is you can never group people together. Our experiences are ever-changing, and there are so many varieties to us humans based on where we live, based on our gender, and it's impossible to say that one set of rules or one way of living is right for everyone. And that can even be seen in prostitution, because depending on where these women are working, in their store or in the neighborhood, or how much money they're making, their lives are different. And even though we spend an extreme amount of time within these 4 months recording and filming certain stories and certain people, I feel as though we've almost barely scratched the surface, and there's so much more going on, and that's just something that we still have to keep discovering and investigating. And obviously there are better parts and there are worse parts of the industry, but what we focused on with this documentary is sort of the average experiences of prostitution in our day-to-day lives, and I think that's something that isn't really discussed enough. With the good and the bad, there's always the in-between, and I think it's important to recognize that the average is also something that should be filmed and should be documented upon. And one of the reasons why I was interested in this documentary or this talk was actually an experience I had around when I was 12, 13 years old. So
I'm half Japanese and I would come to Japan often during the summers. And one year I went to Osaka with my family and I remember we were walking down the street at night and there were all these pretty ladies standing outside these stores and they were wearing these really high heels and pretty dresses. And I said to my mom, oh, I want to look like that when I'm older. I want to wear those dresses. They look like American girls. And she said to me, no, you don't. They're dirty girls. They're bad girls. And at the time, I was confused because I couldn't understand how such pretty women were bad or evil or dirty. And now I realize that they were women who worked in the prostitution industry. But this experience just goes to show how divided some people can be based on this occupation and how it's not seen as a business to some and it's still seen as a matter of being a slut or being a whore. And I think changing the opinions of that and letting individuals be who they are within the lives that they live in is something that we should be taking from our documentary. And one other thing I want people to take away from this documentary is the yellow line and what it means to them. So for some, it can be seen as a safety zone or a safe haven that they can step behind whenever they feel they're in danger. But to others, it can be seen as restrictive and a set of rules that they have to live by that shouldn't exist otherwise. But even though the yellow line differs to people, you should still recognize its existence and that it's present in the world. And however you take the yellow line and however you want to live with, beyond, within the yellow line is up to you, but to not acknowledge its existence would mean to not be living in the world that we occupy, and that would mean not living.